取ったんですけど、ここも今 JR じゃなくなって第三セクターになっちゃったんで、だからこの列車がないんですよ今。うーん今ね、金さんが亡くなって文字駅なんで、河原湯万座川は、1日9000円で OB に来てもらってる。あーそうですか。どこ？河原湯と万座川口。あそうだ、河原湯温泉前書いてあったですね、これでもう駅員のあれはどうのこうのってね、うん、原町だってほら今まで特急止まってたのが止まんなくなるし、それで駅員さんがいなくなりますって書いてあったんですよね。ああ、うん、それで町長が、うん、石井さん、国交大臣が公明党だもんで合わせろ合わせろって、うん、で、4月9日に合わせることができたんですけど、うん、駅、特急と、今まで通り止まらせろの、うん、駅員を受けのって書いてあるんだけど、うん、町長、無理ですよ、国交大臣なんて、大株主に言ってくださいなんてそしたら、いや、後押ししてもらうだけでいいんでだってさ、ここ大臣まさか言わないけど、その下の下の下の人が、うん、来たくなる街にしてくださいって言った。そりゃそうだ、人がそうだよね、そっちが先だ要望ばっかじゃなくて本当だねまあそれはちょうちょには言っとかなかったけど、かわいそうだからそうだね、あの小さいトンネルね、短いトンネルもあそこのとこなんか観光で使えるようにね、あれだよね、なんか今のとこそのガッタン号しかないんですよ、頭に、ね、あとは排水式、鉄を取っちゃってきれいに整地して自転車とか徒歩で行けるように、はい、それで線路とあそこの高いところから、いや、あの耶馬渓見ると美しいんですよ、あそうです、ね、高さがあるんで、はいはいはい、下まで見えるんで。